この今年の2015年の夏休みの家族旅行は、ローマ、パリ、ローマじゃないな、イタリアとパリ2週間の旅ということに決定しました。今はトロントの空港で乗り継ぎをしているところです。バンクーバーから4時間ちょっとかかって、もうちょっとヘトヘトかな。これから夜8時の、飛行機に乗って、エアカナダに乗ってまた、ローマに先に入って、で、パリから、カナダに帰ってくるという、こういった計画です。とりあえずまた飛行機に長いこと乗らなきゃいけないのが辛いかなといったわけです。ではまた向こうに着いたらレポート。今日から何日泊まるんだっけ。3日間。そうですね、3泊、お世話になるベストウェスティンカナダというホテルに到着です。とってもイタリアンな作りですね。なかなかいいんではないでしょうか。こんな感じです。さてさて、バンクーバーからトロント経由でローマへ入りました。今日は7月の2日ですね。4時間と2時間の待ち時間、それから8時間ぐらいの飛行機でローマに着きました。疲れた。でもね、このローマの空港でちょっとトラブルがあって、荷物が出てくるターンテーブルがですね、ちょっとなんかシステムのトラブルのようで、そこで1時間ちょっと待たされたことになりました。そこからタクシーで20分ぐらいかけて、このベストウェスティン、ベスタン、ベストウェスタンホテルカナダへ到着です。なんとかイタリアの地に着きました。今は、ローマのテルミニステーションにやってきました。まだ夕方の4時ぐらいだから明るいんだけども、すごい人ですよね。ここの駅がローマの、まあ、セントラルステーションのようですので、いろんな方面に列車が出ているようです。あと何日かだったらここからフィレンツェへ行ったりしたいなと思ってます。でローマに着いた初日の夜はこちら、ネロっていう、スパゲティハウスにやってきました。どうやらトリップアドバイザーが何かを見て美味しいと思ったみたいですけども、こちらになりますね。では中に入ってみます。